い、皆さん、今日は動物の森の歴史を勉強するわよ。まず一番最初の動物の森はね、2001年に発売されたのよ。わかった？ここテストに出るからね。先生、ちょっといいですか？あら、ゆきみさん、何か質問かしら？どうしたの？いえ、隣の席のじゅんくんが。何？じゅんくんがどうしたの？じゅんくんが早弁してます。え？ちょっと何してるのよ。まだ1時間目じゃない。早弁って言っても早すぎるでしょ。もう。おい、ゆきみ、何先生にチクってんだよ。チクらなかったらバレなかっただろ。もう。だっていい匂いしてるから私も食べたくなっちゃうじゃない。もうダイエット中なんだからやめてよね。とにかくじゅんくん、今日はあなた居残りだからね。だいたいテストも毎回クラス最下位だし、今日は私がみっちり勉強教えてあげるからね。覚悟しなさい。そんな。はあ、やっと居残り終わったよ。ああ。てか、だいたい勉強なんかしてどうなるって言うんだよ。勉強したってお腹膨れないじゃん。逆にお腹減っちゃうじゃん。もう。ただいま。ああ、お腹減ったな。今日の晩ご飯何？唐揚げ？あら、じゅん、お帰りなさい。ちょっと晩ご飯の前に大事な話があるわ。ちょっとこっちに来なさい。ん？なんだ？じゅん、あなた、0点のテスト、ベッドの下に隠してたでしょ。なんでお母さんに見せないのよ。だいたい、0点って何？0点って。だって、見せたら絶対怒るじゃん。あと、俺の部屋に勝手に入ったな。やめろよな。俺のプライベート空間だぞ。何生意気なこと言ってるの。今度見つけたら承知しないからね。もう。くそー、ベッドの下は見つかっちゃったか。みんな、どこに隠してるんだ？いい隠し場所、教えてくれないかな。だいたいさ、科学が進歩してるんだから、勉強しなくたって頭良くなるような装置作ればいいんじゃないのか？誰か作らないのかな？あ、そうだ。じいちゃんに相談してみよう。じいちゃん、科学者だもんな。よし、できた。ついにできたぞ。わしの長年の研究がついに完成したんじゃ。わしの全財産を使って人工衛星まで上げたからな。これで世界が変わる。世界が変わるんじゃ。この開発した装置を使えば、世界中の人間がわしと同じぐらい頭が良くなるんじゃ。そうすれば人類はさらに発展する。そして素晴らしい未来が待ってるんじゃ。よーし、あとはテスト実験するだけじゃな。よーし。じいちゃん。ん？じいちゃん、久しぶり。元気？ねえねえ、ちょっと聞いてよ。おう、じゅん、元気にしとったか？どうしたんじゃ？何か悩みでもあるのか？そうなんだよ。学校で早弁してたらチクられちゃうし、あと隠してた0点のテスト見つかっちゃうし、もう散々だよ。おいおい、この子は本当にわしの孫なのか？わしの孫とは思えんぐらいバカじゃの。でもこんなバカなとこが可愛いんじゃよな。もう。よし、じゅん、じいちゃんが助けてやる。任しておけ。よし、じゃあそこのカメラの前に立つんじゃ。そうすれば、ジュンの脳みそがスキャンされて、世界中の人間がジュンと同じ知能になるんじゃ。そしたら、ジュンはもう落ちこぼれなんかじゃないぞ。だって、世界中の人間がジュンと同じ知能だからな。何言ってるかよくわかんないけど、
要するに怒られなくなるってことだな。よし、やろうぜ。よし、じゃあ、ジュン、行くぞ。スイッチ、オン。オン。はい、皆さん、おはようございます。じゃあ、今日の授業は、あれ？何するんだっけ？あれ？なんか、学校着いたらお腹減っちゃった。お弁当待ちきれないから、食べちゃおうっと、食べちゃおうっと。あら、みんな、何早弁してるのよ。私もお腹減ってきちゃうじゃない。もう。ああ、もう、我慢できない。私も、早弁してくるから、みんな、自習してて。よろしくね。はーい。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。いやー、うまいのー。研究室で食べるケーキがこんなにうまいとは思わんかったわい。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。ちーちゃん。ん？ちーちゃん、久しぶり。元気？いやー、最高だよ。学校。みんなで早弁してるよ。おー、じゅん、元気じゃったか？それはよかった。じいちゃんも、じゅんの笑顔が見れて、最高じゃ。よかった、よかったのー。うん、でもさ、さすがにちょっと飽きてきちゃったから、一旦元に戻してよ。で、また今度、お願いするよ。なんじゃと？じゅん。じゅんは、本当によくできた子じゃ。よし、わかった。一旦、元に戻してやる。また、したくなったら、いつでも行っておいで。よし。よし、じゃあ、あれ？あれ？ここをこうやって、あれ？いや、違う、こっちか？こっちをこうやって、いや、違うぞ。あれ？あれ？あれ？皆さん、お分かりいただけたであろうか。お分かりいただく前に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ああ、しまった。じいちゃん、どうしたの？いやー、わしの知能も、じゅんと同じになっちゃったから、戻し方、わからなくなっちゃった。あ、そうなんだ。じいちゃん、大丈夫。何にも問題ないよ。大丈夫だよ。全然大丈夫ではないのだった。